スパイク、お前なんか食いもんないか。ああ腹ペコなんだ。相変わらずあんたの作る飯はまずいな。その割に随分食ってるだろうが。空腹は最高の調味料ってやつさ。こんな話知ってるか。あ、ある虎猫がいた。その猫は好きでもないいろんな飼い主たちに飼われながら100万回死に、生き返って100万回生きた。猫は死ぬのは怖くなかった。ある時猫は自由な野良猫だった。そいつは白いメス猫に会い、2匹は一緒に幸せに暮らした。やがて月日が経ち、白い猫は年を取って死んじまった。虎猫は100万回泣いて、そして死んだ。もう二度と生き返らなかった。いい話だ。俺はこの話が嫌いだ。ん？俺は猫が嫌いだ。だと思ったぜ。スパイク。一つだけ聞いていいか。なんだ。女のためか。死んだ女のためにできることなんてないさ。